ね、ちょっと風に似てるんで、ちょっとすみませんけど、5分らしいんですけど、まあ、こんばんは、まあ、ちょっと言わない方がいいかもわかんないけど、松方弘樹です。一言、だけ。松方弘樹のね、ちょっと、以上はね、つぶし風三万条ね、誰も言わないけど、仁義なき戦いよりは、あれかにいいと思うよ。ちょっと、この話、あんまり時間なんかないから、このままこれで次の機会でいいけどね。時間がないからね、一つだけ行くね、一つだけ。それでね、大きい画面に、大きい画面で、特殊詐欺やってるよね。それですね、今、こうやってる話してる間も、歌舞伎町でですね、オレオレ詐欺の、誘いやってるんじゃないかと思うんですね。今こうやってる間も、この辺もそうだけども、歌舞伎町でですね、オレオレ詐欺の、誘い、今もやってるんじゃないかと思うんだけど、誘ってる方もですね、誘われてる方も、分かんないと思うんですよ、おそらくね。まあ、東西にちょっと関係あるんだけど、どっちも分かんない。分かんないで、やってる。それで、どっちも分かんない。それで、捕まってですね、今、刑務所に入ってる。何百人、何千人と、それで刑務所に入ってるわけ。まあ、どっちも知らないし、まあ、被害者も知らないんだけど、みんな知らない。だからですね、まあ、共謀なんかないんだけども、共謀なんかないんだけども、今、何百人、何千人とですね、刑務所の中に若者が入ってる。それをですね、私はですね、まあ、救わなくちゃならないと思ってるんですよ。それでですね、まあ、学生はですね、平日の昼間、まあ、時間があると思うんだけども、仕事がある人もですね、平日に仕事がない場合はですね、裁判所に行ってほしいんですよ。これ、ね、裁判所でですね、今何やってるか、ちょっと自分の目でですね、確かめてほしいんですよ。これでですね、まあ、ほとんど興奮もないのにですね、まあね、知らないで、どっちも知らないで、受け取ってですね、みんな刑務所に入れられてるんだけども、それでですね、今、日本弁護士連合会なんですね、まあ、さっきも出たけども、共謀罪反対やってるんだけども、その反対をしているですね、日本弁護士会の所属の弁護人たちがですね、こう今、成立もしない今の段階でですね、みんな認めちゃってるんですよ。受け子に関してはですね、まあ、9割5分認めてますよ、弁護人はですね。まあ、かけ子に関しては 100% 認めてる。もう弁護人が理解できないんですよ、そこそこですね。それで、まあ、弁護人が理解できないで認めてるぐらいだから、もう検事もわかんないんですよ。裁判官もわかんない。放送3社はですね、アルバイトもしたことがないんですよ。法律だけで生きてきた人間で、全く世間のことも知らない。だから、捕まってる連中も世間のことも知らないし、捕まってる老人たちも世間のことも知らないと。みんな知らないでですね、それで、まあ、認定して刑務所に入れてると、こういう状況なんですよ。だから、こう私はやっぱりみんな救わなくちゃならないと思ってるんです。共謀罪反対とか言ってるけど、今現在、弁護人がもう理解できなくて、みんな認めて争わないんですよ。それをですね、もう放送3社では無理ですよ。皆さんのですね、皆さんの一般常識が必要なんですよ。もう放送3社ではですね、弁護人含めて、仕事が理解できないんですよ。アルバイトもしたことがないんですよ、うちはですね。もう一般常識、仕事が分かってない連中なんですよ。じゃあ皆さんのですね、皆さんの一般常識が必要なんですよ。それで、新宿がですね、新宿がゴーストタウンになってもいいから、もうみんなですね、時間があったら、もう裁判所に行ってほしいんですよ。で、1日ですね、大体お呼び詐欺はですね、2、3件やってるんで、どうしてもですね、1件だと検察予備になるんで、法律の知識もないと思うんで、裁判所に行ってですね、5件をオレオレさんに見てください。自分の目で確かめてくださいよ。それ、5件見れば大体分かってくるんで、でオレオレさんをですね、見抜く。まず見抜く。
もう弁護人も理解できない、裁判官も理解できない、声をまず及ぼさずに未熟力を養ってですね、これ安倍のやってるのは全部ナチスの研究なんですよ、これまずね、安倍のやってるナチスの研究を未熟訓練として、まず裁判所に行ってですね、及ぼさずに未熟力を養う、そして安倍のやってることを未熟力を養う。全部ナチの研究者でやってるんですよ。じゃあこういうことで、まず時間があったら裁判所に来てくださいよ。これ裁判所に傍聴することが社会貢献になる。まず時間があったらもう行ってください。お願いしますね。またお願いしますね。時間ください。